平成24年度電検3種の理論の問題のですね、6番の解説しています。こういうカードありましてね、ここのR4 のですね、電流はいくら流れるかっていうことなんですけどね。ということは、まあ、この電圧を求めればね、抵抗出てますんで、電流が出るわけですね。だから、この条件でですね、ここの電圧を出せばいいですね。はい、そうするとですね、まずは、ここ、並列ですんでね。ここ、並列ですんで、R1 とですね、R1 と、それから、R2 のですね、電圧は等しいと。こういうことになります。並列です。こうなりますね。従いましてですね、R1、I1 イコールですね、R2、それから I2 ですね。なら、この I2 がですね、いくらか出ますよね。I2 は、R2 分の R1 の I1 ですね。そうすると、これは、R2 が10ですね。R1 が20ですね。で、これが、I1 が100ですから。で、これは、何ぼかで200ですね。こうなりますね。まあ、これ、抵抗がですね、半分になってますから、電流はですね、倍になってすぐ200で書いていただいても結構なんですけどね。はい。こういうことになります。はい。そうするとですね、これが200ミリですと、R3 ですね。R3 を流れる電流ですね。R3 を流れる電流ですね。これ I3 じゃない。ね。そうすると、どうなるか言ったらですね。I3 は、I1 プラス、I2 ですよね。ここ流れてる電流とここ流れてる電流がここへ流れますからね。そうするとこれは、これ100、プラス、こっち200ですね。これ300ミリですね。300ミリなんですね。そうすると、R3 の電圧がですね、いくらになるかですね。R3 の電圧を、まあ、E3 にしましょうかね。E3 は、I3×R3 になりますよね。はい。そうすると、これは、ここで30ミリ、ね、300ですね。ミリですから、10のマイナス30ですね。それから R 数が40ですね。はい。な、これは、3、4、12の例が3つになりますね。かけ10のマイナス30になりますから、これは、10の3乗かけ10のマイナス3乗で、これ、12ボルトなんですね。そうするとですね、ここが12ボルトですね。で、R1 の電圧は何ぼか入ったらですね、R1 の電圧ですね。R1 の電圧ですね。ごめんなさい。E1 ですね。E1 は、E1 イコールですね。I1、R1 ですから。これは、100×10 の、マイナス3乗かけ20ですね。はい、そうしますとですね、E1 はですね、どうなるか言ったら、例が3つですね。1、2、3つかけ10のマイナス3乗ですね。ということはこれは2かけ10の3乗になりますね、ここね。かけ10のマイナス3乗になりますから。これ2ボルトになりますね。
ということは、R4、これ、ここからここまでがですね、ここ2ボルトと、12ボルト、ここも14ボルトですね。ということは、R4 の電圧も14ボルトとこうなりますね。よってですね、R4 ですね、電圧ですね。まあ、E の方にしましょうか。これは、ここですね、E1 プラス、E の3ですね。この電圧ですね。ここ電圧等しいです。ここ言いますかね。電圧等しいですね。はい。そうそう、これは 2V プラス、12V ですね。14V なんですね。はい。そうすると、R3 ですね、は30オームですから、で、電圧が、これ 14V ですから、I4 はですね、R の4をですね、E の、4で割るんですね。E の4を割るんです。はい。そうすると、14V ですね、これね。それから、これ30ですね。はい。そうすると、これはですね、14割る30ですね。0.467 になりますね。はい。そうしますと、これはですね、467×10 のマイナス3乗になりますから、467、ミリアンペアと。こういうことになりました。4番が正解でしたかね。確かそうだと思います。はい。これが、解説になります。